年度末が近づいてきました。はい、事務作業がどんと増えたりしますよね。増えてます。そこで今回はあなたの仕事を楽にしてくれそうな優れものの文房具をご紹介します。特に注目したいのは進化系のファイルなんですね。はいはい、こちらは袋状のファイルではなくて、うん、31枚の仕切りシートと数字のタブがあるというものです。はい、でこのシートとシートの間に投げ込むだけで、うん、書類やメモが落ちないという画期的な商品になっています。はい、まず日付ごとに資料や書類をまとめておいて月末に整理するといった使い方ができそうなんですね。それからのり付けですとか鉛筆削りといった何気ない動作も進化系文房具があれば劇的に効率が上がります。はい、例えばですね、コクヨのドットライナーホールド、うんっていうテープのりなんですけれども、はい、これは紙を挟んでスーッと手前に引くとのり付けができてしまうというテープのりなんです。うんうんうん、例えば封筒の蓋の部分を大量にのり付けする時なんかに格段に楽になるということなんですよね。そして靴輪のスタッド2枚刃鉛筆削り、これは便利なんですよね。はい、本体には2枚の刃が内蔵されていて、簡単に言うと倍速で鉛筆が削れます。で、新しい鉛筆でも8回転で尖らせることができると。めちゃめちゃ効率いいじゃないですか。すごいですよね。超時短ですね。うん、ストレスフリーの文房具たちをご紹介しましょう。はい、ピンセットはね、力を入れて使うものという固定観念あったじゃないですか。それを180度ひっくり返したのが、はい、クレタケのピンセットツイーザーズ系。技ありの構造になっていて、はい、ピンセットでつまんだ後は手を離せてしまえるわけですね。ということは力を抜いたまま動かすことができますから、細かな作業に非常に向いているという印象でしたね。これプラモデルを作ったりする人なんかにはすごくいいかもしれないですね。あとですね、定規のミリメモリをいちいち数えるのが面倒、はい、そんな潜在的な不満に着目した階段メモリというシリーズがあります。はい、これ要するにミリ計がですね、うん、階段上に配置されてるんです。うん、メモリが直感的に読み取れるということなんです。うん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 、しかもこのシリーズのキャッチアップスケールという製品は、うん、机からつまみ上げやすくするために少しだけ端を折り曲げるといったようにですね、うん、小技も効いた優れものになっているんですが、うん、ちょっと甘いすぎじゃないですかこれは。でも本当にね、変わんないだろうなと思ってるものがこういう中にね、いろんなアイディアで変わっていくわけですよね。すごいですよね、目の付けどころが。